今からおよそ1350年前、下野布国と那須野国が統一され、今の栃木県の始まりとなる下野布国ができました。明治時代、廃藩置県により1873年6月15日に栃木県と宇都宮県が統合され、今日の栃木県が成立しました。その栃木県誕生から150年、ふるさと栃木を思い、昭和30年代40年代の栃木県を映像で振り返ります。最近いろいろな銀行ができています。養豚農家が飼育した豚を預け入れる、これは宇都宮市の農協にある食肉銀行。お金の出し入れをする銀行と同じ仕組みです。肉の必要な時にはこの銀行から引き出せます。豚の流通改善と食生活の改善のために始めたものですが、農家の人たちから大変喜ばれています。こちらは日赤県支部にある血液銀行です。一時を争う怪我人や病人のために血液が必要なのです。今愛の献血運動が進められていますが、人のため我が身のためにもみんなでこの運動に協力したいものです。恵まれない人たちや社会のために尽くしたいという人たちの相談と取り次ぎ役を務める社会福祉協議会善意銀行が県や郡、市町村などに店開きしました。高根沢町の人たちは早速奉仕の道路作業です。宇都宮市の理髪屋さんは施設の子どもたちの散髪奉仕に出かけるところです。タクシー会社もその送り迎えに無料のサービス。直勤直勤、どの顔も楽しそうです。子供たちはお礼に可愛い遊戯をしてみせました。どうもありがとう。子供たちはいつまでもいつまでも手を振っていました。ところで、いよいよ火災シーズンを迎えました。大切な国の宝を二度と燃やさぬようにと、今日は予防演習です。各
神主さんが消防団員に早変わりして現場へ駆けつけます。水を浴びて立つ壮麗な陽明門。続いてドレンジャーの放水試験です。裏山の貯水池からパイプで水を送り、水圧で吹き上げる仕組みで、テストは上々。見事な水のカーテンです。文化財をみんなで大切に守ってゆきたいものです。本県選出の衆議院議員船田中氏は第45回特別国会で衆議院議長に選任されました。本県出身で議長に就任したのは船田議長が初めてのこと。本県の誇りでもあります。水産業の目覚ましい発展ぶりを見せる第2回全国農業祭が東京で開かれました。赤城農林大臣のオープンカーを先頭に華やかなパレード。それぞれのお国自慢を飾り立てて都内の大通りを進みます。トラクターなどの農業機械も繰り出して機械化された農業の姿をご披露しました。戦後から応急住宅として使われている古い建物、ここに住む人たちの悩みは何といっても住宅問題です。暗くて狭い部屋での生活はいろいろな不便があります。県ではこの悩みを解決するため宇都宮市若草町などにアパートの建設工事を急ピッチで進めています。出来上がったアパートに次々と引っ越して立派な団地が出来上がりました。明るい日差しを部屋いっぱいに受けて楽しい毎日を過ごすことができます。こちらは福島県境に近い那須町図沢地区。このほど念願がかなってやっと電気が引かれることになりました。これからはテレビも見られます。長い間のランプ生活とも今日でいよいよお別れ。あとは点灯を待つばかりです。娯楽の少なかった部下の人たちにとって楽しみが増えました。夜の勉強や仕事も明るい電灯の下でできるようになりました。
一家団らんの食事は楽しさがいっぱい。お年寄りも嬉しそうです。明るい暮らしに生きる喜びと希望が湧いてきます。